今回は、江戸川乱歩の吸血鬼を朗読します。さあ、三谷君、どちらか選びたまえ。本当にやるのですか、岡田さん。時は昭和の初め、秋を迎えた栃木県塩原温泉の旅館で、透明な液体の入った2つのグラスを前に、20代半ばの若者と30代半ばの紳士が向かい合っていた。約束通り、片方のグラスに致死量の毒薬を混ぜておいた。私に選ぶ権利はない。三谷君、君が選ぶのだ。若者の名は三谷房夫、紳士の名は岡田道彦。三谷は顔に油汗をにじませて迷っている。早くしたまえ。なんという奇妙な決闘であろう。二人はあらかじめ遺書も用意していた。生き残った方が罪に問われないよう、自殺だという内容の遺書である。どっちだ、どっちのグラスを選べば僕の命は助かるのだ。彼らはこの塩原温泉で畑柳静子という若く美しい女性と出会い、同時に恋に落ちた。静子さん、こんな若造はあなたにふさわしくない。いや、静子さんを幸せにできるのはこの僕だ。身の程を知れ。そっちこそ。困ったわ、二人のどちらかを選べと言われても。いくら迷っても仕方がない。運を天に任すとしよう。三谷は意を決して一つのグラスを手に取った。岡田は血走った目で残った方のグラスを見つめている。あの恐ろしい目は。そうか。ガタガタと震える手でなんとかグラスを持った岡田であったが。あ、すいません、ついうっかり。うっかりなどではない。三谷はわざと相手のグラスを叩き落としたのだ。やり直しだ。君に同情などされたくはない。同情？するとあなたは負けを認めたわけですね。うるさい。勝負のやり直しだ。あなたは卑怯だ。何？やり直しをして今度こそ僕に毒を飲ませようというのですか。もう勝負がついたというのに。勝負がついただと？あなたはどちらに毒が入っているかを知っていた。残ったグラスが安全ならためらいもなく飲み干すでしょう。畜生、とんだ生き恥だ。もうやめてください、二人とも。静子さん、ごめんなさい。盗み見るつもりはなかったのですけど。三谷と同じ20代半ばだが、どう見ても二十歳そこそこにしか見えない輝くばかりの美しさ。この静子を手に入れるために岡田と三谷は命を懸けたのだ。恥ずかしいところを見られてしまったようですね。では永久にお別れです。永久に。決闘に敗れた岡田は姿を消した。それから半月ほど経ったある日のこと、三谷と静子の泊まる旅館に不気味な客がやってきた。予約した蛭田だが。蛭田峰蔵様、お待ちしておりました。どうぞこちらへ。ああ。蛭田は大きな黒眼鏡とマスク、その上義手と義足という異様な姿である。そんなに気味が悪いかね、わしは。いいえ。怖がられても仕方がない。関東大震災でこの通り手足を失って、顔にもひどい火傷を負ってしまったのだから。まあ顔に火傷。飯を食うにも不自由しとるよ、こんな顔では。な。蛭田はマスクを取った。中井が悲鳴を上げるのも無理はない。
ヒルタの焼けただれた顔の恐ろしさはすぐに旅館中の噂になった。唇がないのよ。歯茎と歯がむき出しになってて。それじゃまるで骸骨じゃないの。次はあなた、お風呂にご案内してよ。やだな。頼んだわよ。失礼いたします。どうぞ。ヒルタ様、お風呂はどうなさいますか。風呂か、よしておこう。ところでここに畑柳静子という若い女が泊まっているかね。ええ、先ほどお連れの方とお風呂に行かれたようですが。まだ気にしているのですか、岡田のこと。怖いのです、あの人がまだうろうろしているようで。大丈夫ですよ。どうしたんです。あの窓から変なものが。何も見えませんが。静子は窓に恐ろしいものを見た。白髪を逆立てて黒眼鏡をかけた男だが、その顔には鼻と唇がなく、赤い歯茎と白い歯がむき出しになっている。あ、化け物、言いましょう、早く。いや、気のせいですよ、何かの見間違いです。三谷は窓を開け、静子に外の様子を見せた。ほら、誰もいませんよ。気のせいだったのかしら。すぐ下には鹿又川の青黒い水が流れている。淵になったところにぷかりと浮かんでいたのは、あれは水死体だ。警察の取り調べの結果、水死体は岡田道彦と断定された。死後10日以上が経っており、宿を出たその日に上流の滝壺に身を投げたものと思われた。なんてことだ、自殺していたとは。三谷さん、こんなところにいるのはもう嫌です。僕もです、すぐに東京へ帰りましょう。翌日、三谷と静子は東京行きの汽車に乗った。その別の車両には蛭田峰三の姿があった。東京へ戻ってからも三谷と静子は相引きを重ねていた。ねえ静子さん、どうしてまだ僕に隠し事をするのです。それは住所だって教えてくれないじゃありませんか。私怖いのです。怖い、何がです。本当のことを話してあなたに見捨てられるのが怖いのです。見捨てるだなんて、そんなことありませんよ。じゃあお話しするわ。私夫に先立たれてるの。なんだそんなこと。それから大金持ちなのよ。大金持ち。それに子供がいるのよ、6歳の。そうですか。私みんなお話しします。そうだ、これからうちへいらっしゃらない。大金持ちというだけあって、麻布にある畑柳家は大層立派な屋敷だった。客間に通された三谷は静子に息子を紹介された。こんにちは。こんにちは。かわいい息子さんですね。茂と言いますのよ。上手にご挨拶できたわね。さあ、お庭で遊んでらっしゃい。はい。この写真、亡くなった旦那さんですか。ええ、夫の畑柳ですわ。失礼ですが、ひどく人相の悪い人だ。あなたとは全く釣り合わない。人相なんてどうでもよかったんです。それに畑柳はお金のためなら手段を選ばない悪人でしたし。静子の夫畑柳正造は金儲けのために法を犯し、悪運尽きて逮捕された。そして刑務所の中で病に侵され、この世を去ったのである。
そんな悪人と結婚なんてなぜです？私はお金と結婚したんです。お金と？小さい頃に両親に死なれて遠い親戚に育てられました。ひどく貧しい暮らしでお金のない辛さが身に染みたのです。だから18歳の時、貧しい恋人を捨てて大金持ちの畑柳と結婚しましたの。貧しい恋人？私その人に騙されたのです。騙された？ええ、必ず私を幸せにすると言ったのに、ずっと貧乏なままで。ずっと貧乏だった？本当に嫌になるほどお金のない人で。その恋人今どうしているんですか？さあ、そんなのどうでもいいわ。もう7年も前のことですもん。あなたは貧乏人が嫌いなのですね。ええ、貧乏人も貧乏も大嫌い。子供の頃のあんな惨めな生活なんてもう二度とごめんですもん。いいんですか僕で？え？僕も貧乏な書生ですよ。そんなこと心配なさらないで。大丈夫、私には畑柳の残してくれた財産があるんですもの。シゲルは愛犬のシグマと庭で遊んでいた。どこからか聞こえてきた楽しげな音楽に誘われて、シゲルは思わず門の外へ出た。そこには奇妙な格好の珍丼屋がいた。ボンちゃん、お菓子あげようか。ほっぺた落っこちるくらいおいしいおいしいお菓子やで。ああ、ありがとう。さあ一緒に行こうか。もっともっと楽しいことがいっぱいや。うん、行こうシグマ。日が暮れた庭先で静子は青くなっていた。遊んでいたはずのシゲルの姿がどこにも見当たらない。一緒にいた犬のシグマだけが傷だらけでどこからか戻ってきた。まあシグマ、かわいそうに。誰がこんなひどいことを。シゲルちゃんもこんな目に遭わされているのじゃないのかしら。どうしましょう、こんな時に限って斎藤がいないし。斎藤？うちの執事ですの。あいにく今日は不在で。それじゃ警察には僕が電話します。三谷が受話器に手をかけようとしたその時。ああ、驚いた。もしもし。三谷さん、誰からですの？お子さんです。しげる君が電話口に。何ですって？貸してください、私が出ます。静子は三谷の手から受話器を奪い取った。しげるちゃん、母様よ、あなた今どこにいるの？僕どこだかわからないの。知らないおじさんがそばにいて何も言ってはいけないと。声が途絶えた。しげるちゃん、しげるちゃん、母様に何か話してちょうだい。母様、僕を買い戻してください。僕はあさって夜の12時に上野公園にいます。何を言ってるのしげるちゃん。図書館の裏に母様が10万円持ってきてくだされば僕帰れるの。10万円は現在の1億5000万円に相当する。警察へ届けると前の子供を殺してしまうぞ。なんとむごいセリフであろう。お前の子供というのはしげる自身のことではないか。しげるちゃん、しげるちゃん。静子の息子しげるが誘拐され脅迫電話がかかってきた。卑劣な犯人はしげるに脅迫文を読み上げさせた。約束を守らねばしげるを殺してしまうぞ。どうしましょう、どうしましょう。静子さん落ち着いて、とにかく警察に電話します。三谷の通報ですぐに刑事が駆けつけてきた。脅迫電話を受けたのは奥様ですか？
はい。でも10万円なんてそんな大金とても。ご安心ください。あとは我々警察がうまくやりますよ。よろしくお願いします。現場に私服刑事を張り込ませ、誘拐犯の指示通りに静子が一人で受け渡しに行くことになったのだが、やっぱり僕に行かせてください。三谷さん、何を言ってるんだ。静子さん、あなたの着物を貸してください。でも真っ暗な森の中です。ごまかせますよ。いざとなったら腕ずくでもしげるちゃんを取り戻してきますから。静子に化けた三谷は指定された受け渡し場所で待った。しばらくして大人と子供、二つの人影が近づいてきた。あ、しげるちゃん。あんたは母親かね。ええ、しげるちゃん、いらっしゃい。おお、どうどうどう、待ちない。約束のものと引き換えだ。ほら、これですわ。よし。誘拐犯は渡された包みを調べもせず、子供を突き放して闇の中へ逃げた。逃げたぞ。そっちだ。捕まえた。犯人は捕まえたぞ。三谷さん、どうです、うまくいったでしょう。ありがとうございます刑事さん。しげるくん大丈夫かい。あ、なんとそこにいたのはしげるではなかった。しげるくんじゃない、この子は偽物だ。なんだって。一方、警察が捕らえた犯人も偽物だった。わしは頼まれただけでさ、金をやると言われたもんで、つい、もうわしは何も知らないんでさ。だが、顔は覚えているだろう。それが、わからねえ。大きな黒眼鏡にマスクかけていて。三谷は大急ぎで、畑柳家に戻った。お帰りなさい、三谷さん。ああ、書生さん。静子さんは奥様ですか。あなたからの手紙でお出かけになりましたが。手紙だって、僕の。三谷は渡された手紙を読んだ。静子様、この車に乗ってください。しげるちゃんが怪我をして病院に担ぎ込んだところです。上野北川病院にて。三谷、なんだこれは。三谷は慌ててどこかへ飛び出していった。一方その頃、静子は怪しい車の中にいた。運転手さん、病院はどこです。病院、いやいや、坊ちゃんがいてはるのはこの家やないですか。え、この家に。運転手は静子をある家の地下へと連れ込んだ。さあ、こっちこっち。うちの子は、しげるはどこに。こん中ですわ。さあ、お入り。あ、何をするのです。暗い地下室に閉じ込められた静子は冷たい床にへたり込んだ。あの声、しげるちゃん、母様はここよ。母様、やめて。私はどんな目にあっても構いません。だからしげるを助けて。本当にどんな目にあっても構わないというのか。扉の覗き穴から異様な顔が現れた。誰。引きつった顔、赤く崩れた鼻、歯がむき出しになった唇のない口。かつて塩原温泉で見た不気味な怪人がそこにいた。あなたは誰です。どうして私たちをこんなひどい目に。いや、来ないで。しげるが誘拐され、静子は行方不明になった。災難続きの畑柳家に小川と名乗る客が現れた。突然お邪魔して申し訳ございません。執事の斉藤さんですね。はい、
私が斉藤でございますが。小川正一と申します。亡くなられた畑柳様のことでちょっとお話が。主人のことで。そうですか、どうぞお上がりください。失礼いたします。斉藤老人は小川を客間に案内した。恐れ入ります。先に済ませておきたいようがございまして、こちらでしばらくお待ちください。承知しました。ところが用を済ませた斉藤老人が客間に戻ると、小川の姿が消えていた。小川様。いや、いない。おかしいな。帰られたのかね。いえ、玄関にまだ靴がありますし。斉藤老人と書生が調べると、2階の書斎のドアの鍵が内側からかけられていた。小川様、中にいらっしゃいますか。返事がありませんね。ちょっと窓から覗いてみましょう。書生は庭に出るとはしごをかけて窓から部屋に入っていった。おい、どうした、何があったんだ。死が血まみれだ。ドアを、早くドアを開けろ。斉藤老人が書斎に入ると、血まみれの小川が床に倒れていた。殺されている。犯人は。いません。どこへ逃げた。窓からではないですか。はしごもなしにか。この高さだと、そりゃ無理だ。とにかく警察に電話しましょう。30分ほどで警察がやってきた。警部の常川です。常川警部といえば名警部と評判の。いやいや、それより現場は。この部屋です。中は少しも乱さないように注意いたしました。死体にも指一本触れておりません。よろしい、ドアを開けてください。おや、何もないようですが。そんなバカな。死体がない。いや、確かにここに転がっていたのです。うん、なるほど。絨毯が赤くて分かりづらいが、確かに血が流れた跡がある。懸命の捜査も虚しく、何一つ手がかりは見つからなかった。なんだ、庭の方からか。庭の芝生の上で乳母のおなみが腰を抜かしていた。どうしました。お化けが。お化け。まるで骸骨のような、鼻も唇もなくて歯がむき出しになって。キャー。おなみが目を見開いて指を刺した。一同がその先に見たものは、化け物だ。なんだあいつは。高いコンクリート塀の上に、おなみが言った通りの不気味な怪人が立っていた。待て。おい。怪人は塀の向こう側へ姿を消した。常川たちは急いで後を追った。待て。怪人は人通りのない屋敷町を駆け抜け、待ち受けていた車に飛び乗った。あ、しまった。お、ちょうどいいところにタクシーが。よし。常川たちもタクシーに飛び乗り、車の後を追った。怪人め、どこへ行くつもりだ。青山墓地を過ぎたあたりで逃げる車が急停止した。飛び出した怪人が狭い横丁へと逃げ、車はどこかへ走り去った。あ、車が逃げます。かまわん、とにかく怪人を追え。はい。常川たちは怪人の後を追って角を曲がった。ところが。警部、誰もいません。そんなバカな。奴がここの横丁へ入ってからほんの数十秒だぞ。どこかに身を隠したんでしょうか。隠れる場所なんかないだろう。高い塀が続く一本道ですからね。向こうから誰か来る。おい、今そっちへ逃げていった奴はいませんか。いえ、誰も。失礼ですが、お名前は。あ、三谷です。三谷ふさおと言います。おや、三谷さんでしたか。あ、警部、身代金の受け渡し現場に行った人です。ああ、あなたが。常川は今起きた事件について三谷に語った。その怪人なら塩原温泉で姿を見たと静子さんが。
あ、そういえば。何か思い当たることでも？この塀の向こうに幽霊屋敷と呼ばれる怪しげな家があるんです。幽霊屋敷？行ってみましょう。おい、お前は入り口で見張っていってくれ。了解しました。常川は三谷の案内で幽霊屋敷の中へ入った。子供が泣いている。しげる君では？誘拐された子か。助けに行こう。常川と三谷は泣き声のする方へ近づいていった。台所の方かな。あ、警部さん、あそこ。台所の床の一部が不自然に浮いている。常川が床板をめくってみると、階段だ。地下室があるのか。行ってみましょう。犯人が隠れているかもしれない。階段を降りた先には扉があった。泣き声はそこから漏れてくる。いいかね、開けるよ。はい。静子さん、しげる君も。三谷さん。よかった、親子とも無事だった。警視庁の常川です。あなたたち親子を誘拐した犯人に心当たりは？塩原温泉で見た男です。顔が焼けただれて唇のない男。何ですって？静子と茂は警官に付き添われて家に帰った。残った常川と三谷が幽霊屋敷を捜索した。誰もいませんでしたね。私としたことがまんまと逃げられてしまったようですな。畜生、一体誰がこんなこと。静子はその後も怪人の恐怖に怯え続けた。気晴らしに町へ出かけても静子の表情は暗いままだった。私もう耐えられません。かわいそうに。どうでしょう、探偵に調査を頼んでみては？心当たりがあって？ええ、名探偵ですよ。それじゃあお願いします。カフェで静子と別れると、三谷はその足でとある探偵事務所へ向かった。ごめんください。はい、どなたですか？13歳のリンゴのような頬をした少年が取り次ぎに出た。名探偵の小さな助手、小林少年である。先ほどお電話した三谷ですが。三谷さん、お待ちしていました。どうぞこちらへ。先生、お客様です。失礼します。あなたが私立探偵の？はい、明智小五郎です。三谷は名探偵明智小五郎に怪人の調査を依頼した。わけのわからないことばかりです。僕は魔術など信じませんが、しかしそうとでも考えなければ説明がつかない。巧みな犯罪はまるで魔術のように見えるものですよ。そういうものですか。どうぞ。失礼します。お茶をどうぞ。 ありがとう文代さん。文代さん？あなたが玉村文代さんですか？あの魔術師事件の。ご存知ですか？お恥ずかしい。それはもう、あれだけ世間を震撼させた事件ですからね。あれが縁で今は僕の助手を務めてもらっているのですよ。まだまだお役に立てなくて。では私はこれで。ありがとうございます。それで三谷さん、その唇のない怪人に心当たりはないのですか？実はある恐ろしい推理があるのです。恐ろしい推理？例えばです、硫酸か何かで焼けただれた皮膚が癒着するまでにはどれくらいの時間がかかるものでしょうか？そうですね、半月くらいでしょうか。半月？怪人が塩原温泉に現れたのは岡田道彦が姿を消してからちょうど半月後のことだったのです。しかしその岡田は自ら滝壺に身を投げたのではありませんか？ですが
見つかった死体が岡田だという確証はありません。死体の顔は、ぐちゃぐちゃに崩れていました。なるほど。川で死んだのは別人で、本物の岡田は顔を焼いて怪人になった。それがあなたの推理ですか？そうです。その上、義手と義足に見せかける念の入れようです。ちょっと常識では考えられませんが。それはあなたが岡田という男をご存じないからですよ。やつの静子さんへの執着は恐ろしいほどでした。毒薬の決闘を言い出したのも岡田です。そこであなたに敗れたものの、やはり静子さんのことは諦めきれなかった。それにしては手が込みすぎています。おそらくもっと深い企みが。復讐ですね。三谷は恐ろしそうにうなずくと、落ち着かない様子で席を立ち、部屋の中を歩き始めた。一度死んだ人間が復讐の鬼となってよみがえった。僕にはそう思えて仕方がないのです。ん？これはどうしました？明智さん、ドアの下にこんなものが。封筒。明智は受け取ると、中の手紙に目を通した。三谷さん、怪人はあなたがここに来たことを知っているようですよ。何ですって？明智は手紙を三谷に渡した。明智君、とうとう名探偵の出番だね。だが用心したまえ。私は君が今まで相手してきた悪人どもとは違うのだ。君がこの事件を引き受けたことも知っているのだからね。これは僕たちの会話を盗み聞きしていたんでしょうか？それは無理ですよ。僕はドアの外へ聞こえるような声で話したりはしませんからね。怪人は多分あなたを尾行していたのでしょう。それは気がつかなかった。まずは青山の幽霊屋敷へ行きましょう。魔術の謎を解けば、おのずと怪人の正体もわかるでしょう。わかりました。ご案内します。明智は出かける準備をした。ああ、文雄さん、タクシーの手配を。先生、そんなようなら僕が。あら、小林くん、先生は私に頼んだのよ。でも。ああ、どちらでもいいから、早く頼みますよ。明智と三谷を乗せたタクシーは、青山の幽霊屋敷に着いた。門には鍵がかかっている。これじゃ入れませんね。裏へ回ってみましょう。どこかに出入り口があるはずです。こっちの横丁から行けますよ。警察が怪人を見失った横丁に立って、明智は辺りを眺め回していた。しばらくして何か思いついたように。ちょっと怪人の真似をしてみましょうか。三谷さん、警官になったつもりで僕を追いかけてみてください。三谷は明智の誘いに乗った。20メートルほど離れて立った二人は合図と同時に走り出した。明智が曲がった横丁に入った三谷は驚きの声を上げた。あ、明智さんが消えた。辺りを見回すが、明智の姿はどこにもない。三谷さん、こっちですよ。高いコンクリート塀の向こうから明智の声が聞こえてくる。三谷が塀に近づいて耳を澄ますと、背後で物音がした。三谷が振り返ると、なんと明智が立っているではないか。消えたり現れたり、一体どうなってるんですか？バカバカしいトリックですよ。明智は足元を指さした。マンホール？考えたものです。マンホールなんて我々にとっては石ころと同じで、いわば盲点ですからね。ああ、考えてみればこんな狭い横丁にマンホールがあるのは変ですね。そう、これは偽のマンホールです。偽のマンホールは隠し通路になっていた。明智と三谷はそこを通り、塀の内側へ抜け出した。こんなものまで作るとは。敵の悪巧みはなかなか大掛かりですね。三谷さん、地下室はどこですか？あ、地下室にはここから入れます。明智はライターの明かりを頼りに、一人で真っ暗な階段を降りていった。片隅にあったランプに火をつけると、辺りがぼんやりと明るくなった。三谷さん、
あなたも降りてきてください。わかりました。三谷が階段を降りるとまたしても明智の姿がない。明智さん、どこにいるんですか？ここですよ。声は天井から聞こえてくる。あ、そんなところに。なんと明智が雲のように階段の天井にへばりついているではないか。この両側に天井を支えている横木があるでしょう。こうして両手両足を突っ張っていれば下にいる人に気づかれることはありません。明智はひらりと天井から飛び降りた。怪人はこうやってあなたたちと入れ違いに外へ逃げ出したんですよ。実に単純なトリックですね。しかし僕はなんだか得体の知れないものにぶつかったような気がします。謎はもう解けたではありませんか？それが気になるのです。こんなに簡単にトリックが解けたということがね。どういうことですか？いや、大したことではありませんよ。それより岡田の家を訪ねてみようではありませんか？岡田の家を？ご存知ありませんか？知っています。塩原温泉で名刺をもらいましたから。その名刺を頼りに明智と三谷は岡田が住んでいたアトリエを探し当てた。雑草が生い茂った中に奇妙なとんがり屋根の洋館が立っていた。何かご用ですか？強欲そうな大家は訪ねてきた明智と三谷を寝踏みするように見ている。大家さん、あの家の中を拝見したいのですが。あなたたちも絵や彫刻をなさる方ですかね？まあ僕らは死んだ岡田君の知り合いでしてね。そうなんです。あの家は訳ありでね、ちょっと高くつくんですよ。高くつく？家賃が高いわけじゃないが、岡田さんが残した高価な彫刻があるんですよ。借りるのならそいつを一緒に引き取っていただくことになるわけで。高価な彫刻、どれほどの値打ちですか？お安くして5000円です。5000円？今の価値にして750万円である、はあ、なかなかのものですね。誰の作ですか？もちろん岡田さんですよ。岡田さんはそんなに有名ではなかったはずですが。葬儀の後で美術商が訪ねてきて、ぜひ譲ってくれというのです。2000円でどうかと言われたんですがね。ひどくご執心だったので、もう少し値を釣り上げてやろうと思ったら、最後はなんと5000円ですよ。それはすごい。ところがすぐにでも引き取りに来ると言っていたその美術商が、もう半月も音沙汰なしなんですよ。半月もですか？どうでしょう、代わりにあなたたちがお買い上げになっては。いやいや、とにかく一度見せていただきましょう。アトリエは10坪ほどもある天井の高い部屋であった。その空間のほとんど3分の1を占めるほど大きな物体に白い布がかけられていた。これがその彫刻です。大家が布を取った。その下から現れたのは石膏でできた裸婦像である。7、8、全部で8体もある。これを買いに来た美術商というのはどんな人ですか？それが実に気味の悪い男でしてね、手と足が片方ずつ不自由で、目も悪いのか黒眼鏡をかけて大きなマスクをしていて、言葉も聞き取りにくかったですね。明智と三谷は思わず顔を見合わせた。大家が言っているのは例の怪人ではあるまいか。5000円も出すと言ったのに引き取りに来ないというのも妙な話ですね。何しろ大金ですからね、工面に時間がかかっているんでしょう。おそらくいつまで待っても来ることはないと思いますよ。何ですと？この石膏像の中にはあるものが隠されているのです。例えば宝石とか。それならこんな大きな彫刻は必要ないでしょう。ある人にとっては宝石よりも値打ちのある、そしてこんな大きな像でなければ隠せないもの。明智は彫刻を丹念に調べた。ご覧なさい、下手な彫刻の中に3体だけ実によくできているものがある。まるで生きているようです。そう言うと
明智は思い切り石膏像を蹴った。ほら、あ、何する明智さん。どういうつもりだ。高価な彫刻を蹴るなんて見ろ、欠けてしまったじゃないか。弁償してもらうからな。いや大家さん、ここをご覧なさい。明智が蹴ったラフ像の腰のあたりが大きく欠けた。そこから黒い布切れがはみ出していた。その黒い布切れが何だというんだ。五千円もの値はこの中に隠されたものにつけられたとしか考えられません。隠されたもの。あんたさっきから何を言ってるんだ。欠けたところをよく見ればわかりますよ。眉を潜めて調べ始めた大家はすぐに血相を変えた。わかりましたか。こんなものに高値がついた理由が、これを買いに来た怪しい男は岡田道彦だったのですよ。やっぱり死んだと見せかけていたのですね。これほどの犯罪を隠そうとすればそれも無理ありません。犯罪？一体その中には何が入っているんです。ひどく匂いますが。若い女の死体ですよ。嘘でしょ。嘘じゃない。死体が、その中に死体が。突然窓ガラスが割られた。誰だ。明智は素早く窓を開けて外を見た。誰かいましたか。いや、もう影も形もない逃げ足の速いやつだ。つぶやきながら戻る明智の足元に白いものが落ちている。え、紙切れで小石を包んである。なんだって。おせっかいはよせと言ったはずだ。これが二度目の、そして最後の警告だ。手を引け、取り返しがつかないことになるぞ。明智は岡田道彦のアトリエを調べていた。そこに投げ込まれたのは怪人からの二度目の警告状だった。やつめ、僕に暴かれたものだから焦り始めたのでしょう。明智は彫刻用の木槌を拾い上げた。死体を使ったラフ像など芸術ではありません。叩き壊してやる。壊される三体の石膏像の中から次第にフランシュタインがむき出しになっていく。これはひどい。やめてくれ。もう見たくない。かわいそうに岡田の歪んだ美意識の犠牲者たちです。夕闇のアトリエに繰り広げられた地獄絵図に駆けつけた警官も言葉を失った。岡田は快楽殺人者なのでしょうか。いえ、この事件の裏にはもっと恐ろしいものが隠されているような気がします。もっと恐ろしいものが。それが何かは僕にもまだわからないのですが、とりあえず畑柳家へ行ってみましょう。ええ、静子さんも待っています。今帰りました。明智さんも一緒です。お帰りなさい三谷さん。明智さん、この度はお世話になります。はじめまして、明智です。お疲れでしょう。夕食も準備していますから、どうぞ食堂へ。あ、いや、ごちそうになる前に小川なる謎の人物の死体が消えたという書斎を拝見したいのですが。そうですか。斉藤、明智先生をご案内して。はい奥様。明智様、どうぞこちらへ。執事の斉藤老人の案内で明智と三谷は2階の書斎へ入った。室内は小川が殺され、その死体が消えた時のままである。死体はどこにあったのですか。この辺りです。ああ、絨毯にまだ血の跡が。むよ。明智は洋室には場違いな仏像をじっと見つめている。高さ5尺150センチほどの立像である。皆さん、今何か気がつきませんでしたか。いえ、僕は何も。その仏像の目がどうかしたとおっしゃるのでは。ああ、そうです。僕にはこの仏像が
瞬きをしたように見えたのですが。そんなバカな。いえいえ、その仏像は瞬きをするそうなのです。本当ですか？亡くなった主人もよく見たそうですし、使用人の中にも何人か見たものが。うん、事件の謎を解く鍵はどうやらこの部屋にありそうですね。この部屋に。明智は鋭い眼差しで何度も室内を見回した。なるほど。何か分かったのですか？ええ、手品の種のようなものがね。ああ、せっかくの料理が冷めてしまいますね。夕食をご馳走になりましょう。では食堂へご案内します。夕食の席では誰もが事件とは関係のない会話をしようと努めていた。そこに書生が入ってきた。失礼します。どうした？明智先生、事務所からお電話です。事務所から？ ありがとう。明智は席を立って電話に出た。もしもし、明智ですが。先生、大変です。どうしたんだ小林君？文夫さんが誘拐されたのです。文夫さんが？僕すぐにそちらへ伺います。詳しい話はその時に。分かった、気をつけてくるんだよ。はい。卑劣なやつめ。僕ではなく文夫さんを狙うとは。明智さん、どうしました？また怪人が動き出しましたよ。文夫さんが誘拐されたそうです。文夫さんが？どういうことです？詳しいことは僕もまだ。小林君の到着を待ちましょう。間もなく現れた小林少年はすっかりしょげ返っていた。明智先生、申し訳ありません。いや、頭を上げなさい小林君。それより早く詳しい話を聞かせてくれたまえ。先生からの使いという車が事務所に文夫さんを迎えに来たのです。先生の手紙を持って。僕の手紙？ええ、筆跡が先生そっくりで。僕はそんな手紙書いてないよ。使いの男の格好も怪しくて、黒ずくめでコートの襟を立てて、大きな黒眼鏡とマスクで顔を隠して。それはもしかして岡田では？そのようですね。僕はなんだか胸騒ぎがしてタクシーで後を追ったんです。文夫さんを乗せた車は両国国技館の前で止まりました。両国国技館？国技館では今菊人形展が開かれていますわね。そうなんです。明智先生がそんなところに文夫さんを呼び出すはずがありません。タクシーから降りてすぐに後を追ったんですが、文夫さんと使いの男はもう会場の中へ消えていて。あれだけ広い会場に大勢の見物客、とても見つけられなかっただろう。はい、手当たり次第に聞いて回ったんですが、行方は分からなくて。石膏像の次は菊人形とは岡田らしい企みだ。どうしましょう。文夫さんという方をこんな目に遭わせてしまって。大丈夫、彼女は僕の助手です。その頃文夫は菊人形店の会場を歩いていた。隣には彼女を連れ出した男がいる。明智先生はどちらに？すぐにご案内しますわ。例の怪人は明智さんが見張ってありますから、ご安心を。この人は嘘を言っている。騙されたふりをしてやろう。国技館の中は菊の花や葉で作った衣装を着た無数の菊人形で埋め尽くされていた。まだでしょうか？もうじきですって。変な人、嫌にそわそわしてポケットを気にしている。もしかしてピストルでも持ってるのかしら。その時、二人は怪談話を題材にした菊人形のそばを通った。まあ怖い。文夫は怯えたふりをして男にもたれかかった。ただの人形やないですか。でもゾッとしますわね。文夫は男から離れた。そのわずかな間に彼女は男のポケットにあったものをすり取っていた。金属のケースに何か入ってるわ。これは水に浸したガーゼ。文夫はポケットの中で手探りで調べてみた。さりげなく指先を嗅いでみると、あ、麻酔薬。これで私を眠らせるつもりね。どないしました？いえ、
私ちょっと。文雄は恥ずかしそうに通路の奥を見た。そこには化粧室のドアがあった。ああ、これは失礼。さあどうぞ。すみませんが、これ預かってていただけませんか。お安い御用ですわ。文雄はコートを脱いで男に手渡した。こうして手を塞いでおけばポケットのケースがなくなっていることにも気づかないでしょうね。ここで待ってますんで。すぐに戻りますから。どうぞごゆっくり。化粧室で文雄はハンドバッグからケースを取り出した。中に入っていたガーゼを洗い、麻酔薬の代わりに水を染み込ませておいた。お待たせしました。ああ、コートをどうぞ。ありがとうございます。文雄はコートを受け取ると同時に素早くケースを男のポケットに戻した。ほな行きましょうか。はい。少し歩くと男はある部屋を指さした。この部屋ですわ。中で明智さんがお待ちです。この中で。そこは建物全体の電灯を制御する配電室だった。男は中に文雄を誘い込んだ。何をなさいますの。まんまと騙されよった。何ですって。あんたは人質や。明智のやつを苦しめるためのな。するとあなたは。せや、お前らが血まなこで探しとるんはこの俺様や。文雄は男を睨みつけていたが、突然配電盤のスイッチを操作し始めた。お前何しよんねん。私を配電室へ連れ込んだのが間違いね。なあと。今のは SOS のモールス信号よ。大勢の見物客の中にこの意味を知っている人が必ずいるはずだ。このアマふざけた真似しやがって。男はポケットからケースを取り出すと、中のガーゼを文雄の鼻に押し当てた。やめて。おとなしゅうせ。文雄は激しく抵抗しながら男のマスクを引っ張った。マスクの下には無残に焼けただれた顔があった。文雄は意識を失うふりをしてぐったりと崩れ落ちた。背は焼かせよって。同じ頃、明智と小林少年はタクシーの中にいた。真っ暗な大空を国技館のネオンサインが華やかに彩っている。お、あれは点滅の意味を明智はすぐに理解した。 SOS の信号だ。運転手君、フルスピードで頼む。責任は僕が持つ。国技館に着いた明智は事務所へ飛び込んだ。探偵の明智と申します。すみませんが事務員さん、配電室を調べさせてください。配電室？どういうことです。詳しい話は後で。まず配電係の方を呼んでいただけますか。配電係はそいつですが。事務員は近くにいた顔色の悪い男を指さした。あなたが配電係は。はあ。配電室の鍵はお持ちですか。いや、あ、今ちょっと。誰に鍵を使わせたんだ。あ、知らない男に渡してしまって。バカ野郎、なんでそんなことを。金でも捕まされたのでしょう。すいません、すいません。明智たちが配電室へ入ると、すでにもぬけの殻だった。小林君、すぐに警察に連絡を。はい先生。警察が到着した頃には菊人形店の閉館時間が近かった。お客は全て帰りました。出口でも発見できなかったそうです。皆さん、怪人はまだこの会場のどこかに潜んでいるはずです。わかりました。小林君、僕たちも調べに行こう。はい。万一に備えてこれを持って。ピストル？お守りだよ。明智と小林少年は足音を忍ばせて菊人形店の会場を進んだ。しばらく行くと、先を行く明智が急に足を止めた。どうしたのかな。明智のすぐそばに陸軍士官の服装をした菊人形が立っていた。菊人形といえば歌舞伎が定番なのに、あれは軍人じゃないか。あ、動いた。軍人の菊人形がすっと明智に近寄り、耳元で何かを囁いた。どうなってるんだ。ゆっくりと歩く軍人の菊人形。
明智は黙ってその後をついていく。小林少年も後を追った。奇妙な一行は亡霊に怯えるお姫様の菊人形の前に出た。あれ、お姫様の着物の下から覗いているのは文雄さんの洋服？小林少年は思わず息を呑んだ。やっぱり文雄さんだ。日本髪のかつらの下から長い髪の毛が見えている。小林少年は思わず明智の腕を掴んだ。落ち着きなさい。でも先生、あそこに。ほら、あれを見て。軍人の菊人形の手が動いた。指さす先に白い提灯が見える。提灯？その時提灯がぼーっとかすんで消えた。それに代わって現れた顔は、不気味に静まり返る菊人形店の会場。そこで明智と小林少年が見つめる先に現れた顔は、あ、唇がない。どこを探しても見つからないはずだ。怪人は闇夜に浮かぶ亡霊の菊人形に化けていたのである。よく見てごらん。あれは鏡に映った姿だよ。鏡に？よく化け物屋敷で使われるトリックさ。どういう仕掛けなんですか？鏡の近く、おそらく向こうの真っ暗な竹やぶの中に大きな箱のようなものがあるはずだ。大きな箱ですか？そう、鏡に映る面は大きく開いてるんだ。箱の中には亡霊の菊人形が立っていて、菊人形の足元には提灯がぶら下がっている。箱の上下に電球が仕掛けてあって、上から下向きの電球で照らすと提灯が、反対に下から上向きの電球で照らすと菊人形の顔がそれぞれ鏡に映し出されるという仕組みさ。だから照らす電球が変わると提灯が菊人形の顔に変化して見える。そういうことだよ。さあ早くその箱を見つけなくては。明智と小林少年は身を低くして竹やぶの中を急いだ。それにしても真っ暗ですね。そろそろ目も慣れてくる頃だよ。ええ、だんだん見えてきました。あった！ほら、あそこ！あ、本当だ！黒い大きな箱ですね。よし、奴はもう袋のネズミだ。明智がほくそ笑んだ瞬間だった。あ！小林少年が何かにつまずいて、思わずその箱に寄りかかってしまった。箱が倒れて中の電灯がむき出しになった。周りがパッと明るくなり、明智の目がくらんだ。あ、しまったその隙に箱の中から出てきた怪人が小林少年に飛びかかった。こいつめ！小林少年が引き金を引いた。しかし弾は大きくそれた。どこ狙ってるんや？どないな危ないおもちゃ俺様によこし。やめろアホ、ガキが大人の力にかなうかいな。うわ怪人は小林少年からピストルを奪って逃げた。待て！怪人は一目散に走ると、亡霊に怯えるお姫様の菊人形を小脇に抱えた。その拍子に日本髪のかつらが落ちて長い髪が現れた。あ、文代さん！文代さん？怪人は威嚇の一発を打つと柵を飛び越えて闇の中へ消えていった。待て！明智はすぐに後を追ったが見失ってしまった。明智先生、ごめんなさい。いいさ、いくら逃げ隠れしても奴はここから出られないのだからね。銃声を聞きつけた警官たちも一緒になって怪人を探し回ったが、一向に見つからない。そして1時間が経った頃、いた！文雄さんが！小林少年が天井を指さした。まるで巨大な傘のようなドーム型の天井、その中心に開いた丸い通風口から夜空が見える。小林君、どのあたりだ？あそこです。ドームを支える傘の骨のような鉄骨、その一本に吊るされている人影が見える。
天井の通風口から文雄さんを連れ去るつもりだったのか。怪人も通風口から逃げたようですね。誰かあそこまで登って助け出してくれないか。警官の呼びかけに気の強そうな若い飛び職人が名乗り出た。よーやす、足が行きましょう。言うや否や飛び職人はスルスルと鉄骨によじ登った。その時丸い通風口からチラリと頭が覗いた。あ、通風口に怪人が。奴が上から覗いているぞ、気をつけろ。そんな声も耳に入らないのか、飛び職人は一心不乱に登ってゆく。大丈夫かな。ああ、とても見ていられない。そして飛び職人はその手が文雄に届くまでに近づいた。お嬢さん、今助けてあげますよ。飛び職人は鉄骨に両足でしがみつくと、自由になった両手で器用に文雄を抱えた。ほら、もう安心ですぜ。だが怪人が天井の通風口から身を覗かせピストルを構えた。ピストルだ、危ない。飛び職人はピストルの音に驚いて文雄を取り落としてしまった。ドームの天井から真っ逆さまに落ちていく人影。文雄さん。アホが、余計なことするから。こんな野郎、絶対に捕まえてやる。は、俺みたいな間抜けに捕まるかいな。ど、待ちやがれ。会場の中央にしつらえられた池には落ちた文雄が浮かんでいた。文雄さん。嬉しい、私のために泣いてくれるなんて。え、小林少年が驚いて振り向くと、そこには軍服姿の文雄が立っていた。文雄さん、無事だったんですね。ええ、この通り。ああ、よかった。あ、その格好、さっき会場で見た軍人の菊人形に化けていたのか。池に浮かんでいたのは文雄の服を着た人形であった。眠らされたふりをして奴が油断した隙にすり替わったの。そうとは知らずに人形を人質に取っていたんだ。バカな奴ですね、明智先生。あれ、先生は。明智先生、どこかしら。いつの間にか明智の姿が見えなくなっていた。一方、国技館の屋根の上では飛び職人が必死に怪人を探していた。ちくしょう、どこ行きやがった。弾は飛び職人の耳元をかすめた。そっちけ。飛び職人は銃声がした方を見た。屋根の上を這いつくばって動く人影があった。見つけたぞ、この野郎。職人が人影に飛びついた。二つの体がもつれ合って丸い屋根を転がり落ちる。痛い。国技館の高い屋根から地上に落ちたのであれば即死は免れない。しかし幸いにも屋根の下に庇があった。二人は取っ組み合ったままそこに落ちたのだ。おい、大丈夫か。警官がはしごで登ると、庇の上で飛び職人が誰かに怒られていた。まったく余計なことをしてくれた。申し訳ねえ。どうしたんだ、明智さん。先回りをして怪人を捕まえようとしていたのに計画が狂ってしまった。ああ、やっちまった。あ、いや、悪かった。君も怪人を捕まえようとしてくれていたのだから。痛い。怪我をしているじゃないですか。ああ、落ちた時に肩をひどく打って。すぐに病院へ。おい君、怪我は。足は大丈夫でさ。それじゃあ手を貸してくれ、明智さんを下ろすんだ。よがし。あ、奴はまだ屋根の上にいます。早く捕まえてください。明智は文雄と小林少年に付き添われて病院へと向かった。同時に屋上の大捜索が行われたが、怪人の姿は見つけられない。夜が明けた頃、警官たちは怪人が意外な場所に隠れていたことを知った。お、あんなところに。一人の警官が指差した先に菊人形店を宣伝する巨大なアドバルーンが浮かんでいた。大きな気球の底の部分からタコ揚げのタコのようにたくさんの細い綱が集まって
地上から伸びた太い綱に結びついている。怪人はその細い綱の中心にハンモックよろしく横たわっていたのである。いくら屋根の上を探しても見つからないわけだ。だがもう逃げられないぞ。綱を巻き取るんだ。それ警官たちは大きな滑車を回して気球の綱を巻き取り始めた。次第に下降する気球だが、怪人は次の手を打っていた。ナイフで綱を切ろうとしているぞ。急げ、やつが綱を切る前に。警官たちが巻き取りのスピードを上げたその瞬間、綱はぷっつりと切れた。気球が大皿高く舞い上がった。あ、しまった、逃げられた。あの気球を追え、追うんだ。怪人を乗せた気球はぐんぐん上昇して雲の中へと消えていった。町では人々が消えた怪人のことを話題にしていた。うん、いらっしゃい。どのあたりまで飛んでいっちまったんだろうな。うん、ああ、例の気球男か。新聞社が飛行機で追っかけたけど探せなかったらしいじゃねえか。あ、気球なんざ自然にガスが抜けちまうだろう。そしたらどっかに落っこってくるさ。うちの近所だけは勘弁してほしいな。若い娘を3人も殺して石膏で固めた殺人鬼だろ。俺も怖くて怖くてよ。俺が殺人鬼でもおめえは狙わねえよ。絵にもならしねえ。おい、キャネリー、そばへ来れ、そばへ。そして気球が再び姿を現した。そこは隅田川の下流、清洲橋の上空であった。大勢の群衆が見守る中、気球は強い横風に吹かれながら永代橋を越え、品川湾から沖の方へと流されていく。追いかけるんだ、全速力で。はい。警視庁の常川警部と部下の刑事を乗せた小型船が直ちに気球の後を追った。警部、ちょっと気になることが。あのモーターボートが。はい、ものすごいスピードでこちらに近づいてきます。新聞記者か、野次馬か。頼むから捜査の邪魔だけはしないでくれよ。モーターボートは常川たちの小型船を追い越していった。運転席では黒い服の男がハンドルにしがみついていた。誰だろう。あ、気球が海に落ちます。ガスが抜けた気球がとうとう墜落した。ぶら下がっていた怪人はザブンと海に潜り、波をかぶってもがいている。大変だ、あのモーターボートが先についてしまいます。奴の仲間かもしれんぞ、急げ。モーターボートはペシャンコになった気球に追いついた。海から上がってきた怪人がモーターボートに乗り込んだ。しまった、やっぱり仲間だったか。いや、どうも違うようです。モーターボートに乗ってきた怪人に運転席の男がつかみかかった。激しい格闘が始まった。どうなってるんだ。急げ、とにかく両方捕まえるんだ。はい。常川たちの小型船が到着する前に勝負がついた。相手を海に沈めたのは怪人である。怪人はモーターボートの運転席に乗り込むと、エンジンをかけたその瞬間、モーターボートが爆発して大きな火柱が上がった。見ろ、怪人が海に飛び込んだ。あ、モーターボートが転覆します。バランスを崩したモーターボートが転覆した。その弾みで油が流れ出し、あっという間に辺り一面が火の海となった。うわあ、危ない。船を移動させろ、安全な場所まで逃げるんだ。はい。激しく燃え広がる炎の海を前に、常川たちはなすすべもなかった。怪人を乗せた気球が海に落ちた。その気球を追ったモーターボートが爆発して、辺り一面が一気に火の海と化した。海の上で激しく燃えた炎は、間もなくその勢いを弱めた。もうすぐ消えそうですね。漏れたガソリンが燃え尽きたんだ。警部、あそこで誰か溺れています。よし、行くぞ。
溺れていた男はすぐに警察の小型船に引き上げられた。あ、この人は三谷さん。本当だ。そうか、気球で逃げた怪人とも因縁が深い人だからな。それで必死に追っていたんですね。ほどなく三谷は意識を取り戻した。大丈夫ですか三谷さん。ええ、ところで奴は。さっきの爆発でやられたかもしれません。それよりなぜあんな無茶な真似を。申し訳ありません。岡田の奴を今度こそ逃がすまいと焦ってしまって。常川警部。別の小型船で辺りを捜索していた警官が怪人の死体を発見した。なんとか引き上げたぞ。ひどいですね。全身が黒焦げだ。ああ、これはひどいな。特にこの顔、ひどく焼けただれ。ん？どうかしましたか？ちょっとひどすぎるぞ。これが人間の顔だろうか。常川は死体の顔に手をかける。力を込めてその皮を剥いだ。うわ、何をするんです？これはロウでできた仮面ですよ。だから熱に弱かったんだ。仮面をかぶっていたのか。溶けた仮面の下から現れたのは30代半ばの男の顔であった。唇のない怪人に化けていたこの男が塩原温泉から消えた岡田道彦ですね。いいえ、違います。見たこともない顔です。なんだって。なんと怪人に化けていたのは岡田ではなかった。深まる謎に頭を抱えた常川は明智の事務所を訪れた。警視庁の常川です。助手の玉村です。どうぞこちらへ。明智先生がお待ちです。失礼します。文雄は事務所の奥の部屋へ常川を案内した。そこは明智の寝室になっていた。電話ではお話ししましたが、こうしてお会いするのは初めてですな。明智です。どうぞよろしく。お噂は並越警部から聞いてますよ。日本一の名探偵だと。あ、いやはや、こんな姿で面目ありません。いや、名誉の負傷でしょう。いかがですか具合の方は。この通りまだ動けないありさまで。ところで電話でお願いしたものは。持ってきました。しかしこんな歯型なんて何に使うんですか。常川は石膏の歯型をテーブルに置いた。でもこれはもう必要ないでしょう。死体の身元が分かりましたから。死体の身元が。ほう、さすがは名探偵だ。で、誰ですか。園田銀次という軽業師です。軽業師？それがなぜこんな犯罪を。園田は大阪のサーカス団に所属していました。ところがある日突然書き置きを残して行方をくらませたのです。書き置き？自分には生まれつき犯罪への衝動があって、それが抑えきれなくなってきた。このままだと危険な曲芸の最中に相手を殺してしまいかねない、そんな内容だったそうです。うん、犯罪傾向があった男ですか。しかし牢の仮面とは。薄くて弾力があって人間の顔そっくりで、実に巧妙な変装道具ですよ。何にせよ世間を騒がせた今回の事件も一件落着というわけですね。いいえ。ああ、共犯者はまだ捕まえていませんが、こうして主犯が分かったのですから。園田銀次は主犯ではありませんよ。何ですって。この事件が一階の軽業師の手によるものとはとても思えません。岡田のアトリエで発見された死体にしても。あ、いや、あれは全く別の事件でしょう。犯人の岡田が生きていたという可能性も消えました。怪人に化けていたのは園田だったのですから。いや、謎はまだあります。例えば畑柳家の書斎で殺されて消えた小川昭一の事件。ああ、確かに密室殺人と死体消失の謎は解けていませんが、おいおい判明するでしょうな。もっと妙なことがあります。塩原温泉にいた怪人の顔は実際に焼けただれて唇がなかったというのです。温泉宿へ電話して確認しました。仮面をつけていた園田と塩原温泉の怪人は全くの別人。つまり岡田道彦は生きていると。安易な想像は禁物です。決定的な証拠がなければ。ああ、ちょうどその証拠が来たようです。入りたまえ。失
礼します。ドアを開けて小林少年が入ってきた。ご苦労様、常川警部、ご紹介します。僕の小さな助手の小林義雄です。よろしくお願いします。こちらこそ。先生、これが岡田道彦の歯型です。岡田の？ああ、よく手に入ったね。ええ、岡田が通っていた歯科医院から借りてきました。そこのテーブルに置いて、 あと戸棚からもう一つ歯型を取ってくれたまえ。はい。テーブルの上に三つの歯型が並んだ。常川警部、どうです、この中に同じ人間の歯型がありますか？いや、三つとも違いますね。これは黒焦げの死体から取った園田銀次の歯型、そしてこれが岡田道彦の歯型です。それじゃあ残る一つは？真犯人の歯型です。真犯人の？静子さん親子が捕らわれていた青山の幽霊屋敷の戸棚にチーズとビスケットの食べ残しがあったのです。そこにはっきりと歯型が残っていました。この石膏がその歯型でも、なぜそれが真犯人のものだと？静子さんも茂君もあそこでは何も口にしていないそうです。ああ、となると犯人の歯型ですね。しかしそれが岡田とも園田とも違う歯型だとなると、真犯人は別にいることになる。その時、事務所の玄関のドアが激しくノックされた。そして文雄が一通の手紙を持ってきた。誰からだね？差出人の名はありません。どうぞ。封を切って読み始めた明智が険しい顔になった。常川さん、これを読んでみてください。どれどれ。明智君、その怪我は私の忠告を無視した報いですよ。今すぐ事件から手を引きなさい。君がこの手紙を読む頃には別の殺人事件が起きていることでしょう。つまり君がいくら邪魔しようとしても無駄なのですよ。まったくふざけた文章ですよ。新たな殺人を予告していますが。残念なことに我々にはそれを防ぐ手立てがありません。はい、明智探偵事務所ですが。あら、三谷さん。文雄さん、また大変なことが起こりました。文雄は明智に電話を取り継いだ。どうしました三谷さん。実はまた殺人事件が。殺人事件？被害者は誰です？羊の斉藤さんです。斉藤老人が、犯人の予告通りになってしまった。犯人がこの事件を予告してきたんですか？ええ、その手紙を読んでいる時にこの電話が。そんなはずはない。斉藤さんの事件は全くの過失です。静子さんが犯人の一味だなんて、そんなバカな。静子さんですって？ベッドから起きられない明智を残し、常川と小林少年は麻布の畑柳家へ急いだ。僕が悪いのです。昔からこの家に仕えている斉藤さんにとって、亡きご主人の妻である静子さんと僕との関係は許しがたいものだったのです。それが原因ですか？ええ、僕のことで二人が激しく言い争っていたそうです。現場の書斎で？ええ、それが急に静かになったので不審に思った書生がドアを開けると、中で斉藤さんが殺されていた。心臓を一突きされて死んでいました。静子さんが血まみれのナイフを手に取り乱していたそうです。現行犯だな。過失です。きっともみ合いになって、それで謝って。静子さん本人が過失だと？いいえ、別の部屋で行われた警察の事情聴取では、彼女は何もわからないと繰り返すだけだったそうです。その静子さんが忽然と姿を消したんですね。ええ、茂君と一緒に。やっていないならなぜ逃げたんだ？わかりません。だけど僕には信じられない。静子さんが人を殺すなんて。書斎には他に誰もいなかったし、ナイフを握っていたのも彼女だろう。何よりの証拠だと思うがね。三谷はがっくりと肩を落とした。その時、小林少年が常川に目配せした。警部、テーブルの上に羊羹が。
羊羹？ああ、誰かの歯型がついている。調べてみましょう。常川は目でうなずいた。この羊羹は誰の食べ残しですか？ああ、静子さんです。いつもは行儀がいいのに今日に限ってこうがぶりとかじりついたので不思議に思ったのですが。小林少年は羊羹を持ってすぐに事務所へ戻った。残った常川は屋敷の周りを捜索した。おや、庭で犬が死んでいる。かわいそうに頭を殴られたようだ。警部さん。どうしました、書生さん。明智さんからお電話です。常川は急いで電話に出た。羊羹についていた歯型が最後の一つとぴったり一致しましたよ。ということは、静子さんこそが真犯人ということになりますね。まさか。羊羹の歯型が静子さんのものという証拠はあるのですか？三谷さんの証言です。三谷君のね。ところで、その家に犬がいるはずですが。犬ならさっき庭先で死んでいましたよ。かわいそうに誰かに頭を割られて。犬を殺したやつが真犯人です。変装で犬の嗅覚はごまかせませんからね。ここで少し話を戻そう。静子は本当に斎藤老人を刺したのだろうか。言い争ううちにカッとなってつかみかかったような気もする。何も思い出せない。気がついたら斎藤の胸にナイフが刺さっていたのだから。どうしたの斎藤。かわいそうに誘いたかったでしょ。静子はナイフを引き抜いた。書生がドアを開けたのはまさにその時であった。なんてこと。人殺し。違うのよ。大変だ、警察を。取り調べで静子は泣き続けた。警官たちに頼んで茂と二人きりになると、幼い我が子を抱きしめてまた泣き崩れた。斎藤のおじちゃん死んじゃったの？そうよ、母様が殺してしまったの。母様が？どうして？わからない、わからないの。でも母様もじきに死刑になるのよ。死刑になる？死んじゃうの？やだ、逃げようよ、早く逃げようよ。茂の言葉に静子はまたおえつした。その時三谷が突然現れた。静子さん大丈夫ですか？三谷さん、あなたいつの間に。ドアも開かなかったのに一体どこから。そんなことはどうでもいい。僕はあなたの無実を信じます。さあ逃げましょう。逃げるってどこに？僕が見つけた安全な場所です。畑柳家の執事斎藤老人が殺された。容疑者となった静子を救うべく三谷が現れた。さあ早く、こっちです。はい、しげるちゃんもおいで。うん。三谷の案内で静子としげるが向かった先は畑柳家の物置小屋だった。ご存じなかったでしょうが、この物置小屋にはちょっと変わった仕掛けがあるんですよ。ほら、床下の土をこうしてよけると大きな石があるでしょう。うん、丸くて平たくて大きな蓋みたいだね。そうだよ、しげるくん、これは石の蓋なんだ。これをどけると、よいしょ、ほら、ご覧なさい。これは洞穴ですか？水の枯れた古井戸ですよ。こんなところに枯れ井戸があったなんて。ここなら見つかる心配はありません。さあ中に隠れていてください。あ、この布団をクッション代わりに。三谷は大きな布団を 2,3 枚投げ入れるとはしごをかけて静子と茂を枯れ井戸の中に入れた。夜中の、そう、1時頃に迎えに来ます。
それまで辛抱していてください。本当にありがとうございます。必ず迎えに来ますから。はい、お待ちしております。三谷は石の蓋を閉じた。あ、真っ暗になった。しげるちゃん、怖い？僕、怖くなんかない。いい子だから泣かないでね。うん。夜が更けるにつれ、井戸の中は冷え込んできたが、三谷が用意した布団のおかげで親子は寒さをしのぐことができた。なんと細やかな心配りでしょう。ありがたい。この時、厚い布団の下にはある恐ろしいものが隠されていた。しかし、しずこはそれを知る由もない。だけどいずれはここを抜け出さなければならないわ。一体どうするつもりなんでしょう。その頃、母屋の方では斎藤老人の通夜が営まれていた。遺体を納めた大きな棺桶の前には夜半まで弔問客が訪れていたが、12時を過ぎました。皆さん、あとは僕に任せて、どうぞ休んでください。それじゃあ先に。辺りがすっかり静まり返った頃、三谷はこっそり棺桶の蓋を開いた。ちょっと失礼しますよ、斎藤さん。三谷は棺桶の中から斎藤老人の遺体を引きずり出して肩に抱えた。結構重いな。三谷は物置小屋へ行き、物陰に斎藤老人の遺体を隠した。そして床板をめくり、石の蓋をどけると枯れ井戸の中へ声をかけた。静子さん、僕です。三谷さん、これから別の隠れ場所へ移ります。また移動？はい、これが最後です。静子と茂が案内されたのは大きめの棺桶の前だった。さあ、この棺桶の中に隠れてください。え、これは斎藤の棺桶では？ええ、そうです。でも誰にも知られずに外へ出るにはこの方法しかありません。出棺は明日の昼過ぎです。それまで死んだ気になって隠れていてください。わかりました。いいわね、しげるちゃん。うん、わかった。しずことしげるは棺桶の中でぴったりと寄り添った。三谷はその上から蓋をして誰にも覗かれないように釘を打った。よし、あとは。三谷は物置小屋に戻ると、斎藤老人の遺体を枯れ井戸の中に投げ込んだ。これでよしと。一方、棺桶の中では怯えながら眠ってしまった茂を抱きしめながら、静子があれこれと思いを巡らせていた。この棺桶には私が殺した斎藤の遺体が入っていたのだわ。一度そう思うと、不気味な刺繍がますます強く鼻をついてくる。静子は体中の神経が嗅覚になったような気がした。この匂い、どこかで、そう、枯れ井戸の中でこれと同じ匂いを嗅いでいたような。そういえばあの布団の下にあったのは弾力があってデコボコした、例えば人の体のような。静子の想像通り、枯れ井戸の中にはある人物の死体が隠されていたのだが、まさかそんなことがあるはずがないわ。私の思い過ごしね。妄想と恐怖のうちに夜が明けた。出棺まではあとどれくらいあるのかしら。永遠みたいに長く感じる。一方の三谷の気苦労も並大抵のものではなかった。そんな三谷の心中など知らない弔問客が話しかけてきた。あなたも大変でしたな、仏さんにずっとつきっきりで。あ、いえいえ、何かあると困りますから。え、何もありゃしないでしょ。あ、おしゃべりはやめましょう、お経の最中です。ああ、そうですな、失礼しました。僧侶の読経が終わり、出棺の時刻となった。それでは棺桶を霊柩車の中へ納めます。
皆さんよろしくお願いします。せーの、よいしょ。棺桶が持ち上げられたその拍子に茂が目を覚ました。母様。し、声を立ててはダメ。母様はここよ。冷や汗を流す静子の耳に追い打ちをかけるような会話が聞こえてきた。ずいぶんと重たい仏さんだな。棺桶も大きすぎるぜ。小柄な年寄りだって聞いてたのに。静子は思わず身を縮めた。しかし運び手たちはそれ以上の疑問は持たず、棺桶はそのまま霊柩車の中へ収められた。しげるちゃん、しげるちゃん。母様、喋ってはダメ。今は大丈夫ね。しげるちゃん、苦しくはない？うん。もう少し我慢してちょうだいね。もう少し？あとどれくらい？もうすぐよ。火葬場に着く前にどこかで三谷さんが助け出してくれますよ。そして車が止まった。はっ、助かった。静子の顔が明るくなった。しかし持ち上げられた棺桶はすぐに金属製の器具の上に下ろされた。おや、どうなってるのかしら。大きな扉が閉まる音がして、あたりは不気味に静まり返った。母様、どうしたの？ここはどこ？しずこはじっと耳を澄ませた。まさか三谷さんの手はずが狂ったのでは。となるとここは火葬場のかまどの中。さっき聞こえてきたのはかまどの扉を閉めた音だわ。生きながら焼かれる恐ろしさにしずこはガタガタと震えた。このままでは茂まで焼き殺されてしまう。茂ちゃん、手足をバタバタして大きな声で叫んでごらん。マリさんに捕まらない？そうだ、声を出してはダメよ。このまま死を待つか、思い切って救いを求めるか。かまどに火が入った。いよいよ最後の時が来たのだわ。熱い、熱いよ。しげるはもがき苦しんでいる。もしかして。しずこはカッと目を見開いた。三谷さんに騙されたのでは。助けるようなことを言って土壇場で裏切られたのではないかしら。なんてこと、信じていたのに。それならこっちにだって考えがあるわ。こんなところで死んでたまるものですか。熱い、熱い、熱いよ。しかし逃げ場はない。灼熱の炎とむせ返る煙で母と子は虫の息になっていた。かわいそうに。熱い。いっそのこと人思いに楽にしてやろう。静子は茂の首に手をかけた。その時棺桶が動かされたが、静子は気がつかない。やめなさい、静子さん。その声に静子は我に返った。棺桶の蓋が開いて三谷が覗き込んでいた。三谷さん、今さら何ですか。遅くなって申し訳ありません。警察の見張りが厳しくて今まで抜け出せなかったのです。そうなんですか。さあ、もう大丈夫ですよ。ごめんなさい。どうしました。私、あなたを疑ってしまって、もしかして騙されたんじゃないかと。愛する静子さんを騙すわけがないでしょう。三谷さん。その数日後、常川が明智の事務所を訪ねた。だいぶ回復されたようですな。おかげさまでやっと動けるようになりましたよ。岡田のアトリエにあった死体の身元は分かりましたか。いえ、該当する家出娘はおりません。そうですか。ところで警部、ちょっと見ていただきたいものが。明智は席を立って書斎のドアを開けた。あれです。静子さんと茂君、どうしてここに。おお、鬼警部の目も欺くとは。欺く？よく見てごらんなさい。明智さん、
一体何の真似ですか。老人形ですよ。なかなかの出来でしょう。こんなものを作ってどうする気です。もちろん立派な使い道があるのです。顔だけではなく体も本物そっくりですよ。これは時間がかかったでしょう。職人に葉っぱをかけて3日で作らせました。どうしても今日までに必要だったものでね。常川は苦い顔をした。ついていけませんな、あなたのやり方には。よく言われます。ところで警部、一つお願いがあるのですが。捜査に関することなら。実は墓を掘り起こしたいのです。墓を？そう、墓を4つばかり。一つは岡田道彦の墓です。岡田なら塩原の墓地に土葬されていますが、もう原型はとどめていませんよ。骸骨になっても歯は残っているでしょう。なるほど、岡田の歯型と照合するんですね。あとの3つの墓は？遺体がないことを確かめたいのです。遺体がないこと？ああ、そういうことか。そういうことです。アトリエの死体はどこかの墓地から盗まれたものですね。はい。翌日、常川の指揮のもと、塩原温泉にある岡田道彦の墓が掘り起こされた。立ち会った明智は遺体の歯と歯医者に残っていた岡田の歯型を比べてみた。寸分違いません。全く同じです。岡田が本当に死んでいたとは。これで岡田道彦は犯人の候補から消えました。さらにその翌日、東京に戻った明智と常川は岡田のアトリエからほど近い場所にある墓地を発掘していた。この集落には土葬の習慣が残ってるんですね。ええ、調べたところほぼ同じ時期に3人の若い娘が亡くなっていました。3人？岡田のアトリエにあった死体の数と同じだ。はい。ああ、どうですか、棺桶の中は。墓を掘っていた男に明智が尋ねた。空っぽですね。おや、妙な紙切れがありますよ。岡田のアトリエにあった3つの死体は近くの墓地から盗まれたものだった。空の棺桶の中には1枚の紙切れが入っていた。明智さん、あなた宛てですよ。どうも。明智小五郎君、この棺桶を開けたのは君だろう。岡田の石膏像に隠されていた死体の謎は解けたようだが、あれは私の犯罪とは全く関係がないのだよ。私の犯罪は本当に美しい芸術品なのだからね。明智君、これ以上邪魔すると君の命は保証しない。覚悟したまえ。明智は手紙を丸めながら苦笑した。やれやれ、奴からの脅迫状を受け取るのはこれが4度目ですよ。あ、そうだ、これから畑柳家へ行ってみませんか。ちょっと見ていただきたいものがあるのです。わかりました。麻布の畑柳家では三谷が留守を預かっていた。三谷さん、静子さんからの連絡は？ありません。警察の捜査の方はどうなっていますか？まだ手がかりが見つかりません。実にうまく逃げたものです。本当に誰もあの二人が家を出るところすら見ていないのです。三谷は自分で逃がしておきながら白々しく首をひねっている。まったく、この家は手品師の箱みたいなものですよ。種も仕掛けもどこかにあるはずです。この家に秘密のからくりがあるとでも言うのですか？でなければ死体が消えたり静子さんが逃げたことの説明がつきません。ですがね、我々警察も念入りに調べたのですよ。手品の種は手品師でなければわからないものですよ。ほほう、ではあなたにはわかっているのですか、手品の種とやらが？ええ、ある程度までは。ではなぜ早く言わないのです。全く思わせぶりな。時期を待っていたのですよ。時期？それが今日なのですか？そうです。いよいよ
唇のない怪人の正体を暴く時が来たのです。常川警部と三谷さんにもぜひ手品の種を確認していただきましょう。明智の言葉に常川と三谷は顔を見合わせている。まず小川正一が殺された部屋を調べてみましょう。3人は2階の書斎へ入った。そこには人の背丈ほどの藁人形があった。なんだこれは。それは僕が手配しておいたのです。この藁人形には今日の芝居の役者を務めてもらうのでね。芝居ですって。この書斎の複雑怪奇なからくりを説明するには行われた犯罪を実際に演じてお目にかけるのが一番だと思いましてね。明智さん、お遊びはいい加減にしてもらえませんかね。うんざり顔の常川を気にすることもなく、明智は部屋の隅に3つの椅子を並べた。さあこちらへどうぞ。今日の芝居の見物席です。常川と三谷が席に着くと、明智は開演前の口上を述べ始めた。さて第一幕は小川正一殺害の場面です。部屋の中は当時と全く同じにしてあります。被害者の役はこの藁人形が務めます。明智は藁人形を抱いてドアの前に立った。小川はこのドアから忍び込み、中から鍵をかけました。それからこの仏像の前で何事かを始めたのです。明智は部屋にあった仏像に藁人形を立てかけた。窓も厳重に閉まっていましたが、この通り一つだけ掛け金が外れていました。さあこれで当時の現場が再現できました。小川殺しの真相をこれからお目にかけましょう。うやうやしく一礼すると、明智は二人と並んで腰掛けた。犯人はあの掛け金の外れた窓から入ったとしか思えない。僕もそう思います。あれです。明智の言葉に常川と三谷は藁人形を見た。藁人形の胸に深々とナイフが刺さっている。どういうことだ、一体どこから。常川は首をかしげながら藁人形を調べようとした。あ、ない、ナイフはどこだ。不思議なことに藁人形の胸からナイフが消え失せていた。あ、藁人形から血が。なんと藁人形の胸がみるみる赤く染まっていくではないか。いや、ちょっとしたお遊びですよ。藁人形に血のりを入れた袋を仕込んでおいたのです。まったく悪趣味な。しかし刺さっていたナイフはどこへ消えたのです。種明かしは後でしますよ。さて皆さん、小川正一の死体が発見された時の状況はまさにこの通りでした。明智はちらりと三谷を見て芝居がかった口調で続けた。執事の斎藤老人はすぐに警察へ知らせました。警官が来るまで誰も死体に手を触れぬよう窓とドアに鍵をかけて部屋を出たのです。その間にどんなことが起こったか演じてお目にかけましょう。演じる、誰がです。ふん、わら人形の次は老人形のご登場ですかな。部屋の隅でかすかな音がした。常川と三谷が見ると、全身黒ずくめの小さな男が壁を伝って天井から降りてきた。誰です、あれは。お静かに。天井の隅がぽっかりと開いていて、そこからロープが垂れている。小男はそのロープを伝って音も立てずに床に降りた。そして藁人形を小脇に抱えてドアへ近づき、合鍵を使って部屋の外へ出た。さあ奴がどこへ行くか後をつけてみましょう。ええ。三人は小男の後を追った。薄暗い廊下を藁人形を抱えた黒い小男が音もなく急ぐ。その廊下の突き当たりには細い階段があった。小男はその階段を降り、狭い廊下を進んで物置小屋の中へ忍び込んだ。物置小屋の中。どうぞ入ってください。あ、三谷さんも。ええ。物置小屋の中では小男が床板をめくり、大きな石を苦心してどけている。何があるんですか、あの石の下に。枯れ井戸ですよ。こんなところに。
石の下から枯れ井戸の口が現れた。その途端、ひどい匂いが物置中に漂った。何かが腐ったようなひどい匂いだ。胸がムカムカする。この匂いはまさか。さすが警部、気がつかれたようですね。ですがこの芝居にもう少しお付き合いください。高徳は藁人形を枯れ井戸に投げ込んだ。本当ならまた石で蓋をするのですが、ここでは省略します。床板を元通りに戻すと、高徳は辺りの様子を伺いながら書斎へと戻った。明智たちも後に続いた。高徳はドアに鍵をかけ、ロープを伝って天井裏へと消えた。そして天井の板がぴったりと閉じられた。これで第一幕は終わりです。明智が部屋の明かりをつけた。心なしか三谷の顔が青ざめている。今のが小川正一の死体が消えたトリックです。しかし凶器のナイフは、小男が天井裏から投げたのです。ナイフには丈夫な紐がついていて、後で回収できるようになっていました。凶器のない密室殺人といっても、種が分かればこんなものですよ。それで犯人は誰なんです？天井裏に潜んでいたやつは。実に驚くべき人物です。一体誰ですか？早く教えてください。ああ、それをお話しする前に第二幕をご覧いただきたいのです。第二幕ですか？ええ、この第二幕こそあなたたちにお見せしたい場面なのです。警察も畑柳家の人々も誰も知らない事件です。そんな事件が。まずはご覧ください。暗くなった部屋の壁にぽっかりとスポットライトが当たった。明智が懐中電灯で照らしているのである。スポットライトがゆっくりと動き、ドアの前で止まった。誰か入ってくるぞ。誰でしょう？慎重にドアを開けて部屋に入ってきた者がいる。大きな黒眼鏡とマスクで顔を隠した男である。彼は天井の一角に目をやりながら仏像の前でしゃがみ込んだ。天井の板が外れたかと思うと、男に向かって光るものが飛んできた。あ、ナイフか。男はひらりと身をかわし、素早くナイフの紐を引きちぎった。そしてテーブルや椅子を積み上げると、それを足場に天井裏へと上がっていった。小男が捕まったんだ。殺されたようですね。天井の穴から小男が結ばれたロープが降りてきた。ぐったりした小男の首には赤い紐が巻きつけられている。あの紐で絞め殺されたというわけか。芸が細かいことだ。続いてマスクの男がスルスルと降りてきた。小男の死を確認すると、男はロープを天井裏に隠し、天井の穴を塞いだ。犯罪の気配をすべて消すと、男は仏像を押し倒した。仏像の内部は空洞になっていた。その空間に隠されていた小さな宝石箱が台座の上に乗っていた。マスクの男はその宝石箱を手にすると満足そうにうなずいた。あの宝石箱の中には高価な宝石がぎっしりと詰まっていたのです。男は仏像を元に戻すと、宝石箱と小男を抱えて部屋を出た。さあ、僕たちも後を追いましょう。すいません、僕はちょっと。どうしました？ちょっと気分があまりにも不気味なことが続くので。ああ、そうですか。それじゃあ休んでいてください。行きましょう警部。え、ええ。男が向かったのは先ほどの物置小屋である。明智と常川が見ている前で、男は第一幕と同じ順序で枯れ井戸に小男の死骸を投げ入れるふりをした。これで二幕目はおしまいです。君たち、お疲れ様でした。出番を終えた二人の役者は仲良く並んで控えている。明智さん、その枯れ井戸を調べてみたいのですが。
あ、どうぞ。はしごはそこにありますし、懐中電灯もお貸ししましょう。常川ははしごで枯れ井戸の中へ入ると、次の瞬間、明智さん、死体があります。それも2体。本当は3体あったのです。一番上にあった斎藤老人の遺体は僕たちが運び出して棺桶に納めてあります。斎藤老人の遺体も、その件については後でご説明しますよ。それより残りの2体は、ああ、ガスでパンパンに膨らんで、これはおそらく小川の死体だろうが、もう1体は、おお、さすがの名警部も驚愕した。その死体の顔には鼻も唇もなかったのだ。明智さん、奴がいました。唇のない怪人の死体がここに。事件の真犯人だと思われていた怪人は枯れ井戸の中で変わり果てた姿になっていたのである。なぜ怪人がこんなところに。大体こいつは何者なんだ。第一幕の犯人です。書斎の天井裏に住み着いていて、小川正一を殺したやつですよ。何ですと。殺人犯が天井裏に隠れていたというのですか。不思議なことではありません。誰にとっても我が家は懐かしいものですからね。この唇のない死体こそ静子さんの夫、畑柳正造です。バカな。畑柳正造は刑務所で死んでいるのですよと信じられています。しかし彼は蘇ったのです。土葬された墓の中から。蘇った？冗談でしょう。本当です。畑柳は刑務所の職員を買収して死体として外に出たのですよ。死体として？ある薬物で仮死状態になった畑柳は棺桶に入れられて、まんまと刑務所を出ることに成功しました。その後彼の一味が墓から掘り出して助けたのです。では、あの唇のない顔は？硫酸か何かで自ら焼いたのでしょう。顔を変えて畑柳正造という人物をこの世から消し去るために。しかしなぜ刑期が終わるまで待てなかったのでしょう。警部、杉村宝石店の盗難事件を覚えていますか？もちろんです。二人の店員が殺されて金庫が破られた大事件です。その犯人がここに。畑柳正造が？畑柳の正体は凶悪な宝石泥棒です。仲間にいつ裏切られるか、畑柳は刑務所でその恐怖に怯えていたのです。なるほど。一日も早く出たかったわけだ。余罪が発覚して死刑になることを考えたら、硫酸で顔を焼くくらいのことは何でもなかったのです。その上、義手と義足に似せたもので障害者を装い、蛭田峰蔵という偽名を使っていました。リスナーの皆さんはご記憶であろう。物語の冒頭、塩原温泉に現れた蛭田峰蔵とは畑柳正造、その人だったのである。なんという執念だ。宝石は書斎の仏像の中に隠していました。その書斎から人を遠ざけるために仏像に細工までして。仏像に瞬きをさせたのか。ええ、そして畑柳は天井裏に隠れ場所を作って宝石を見張っていたのです。その天井裏から小川正一を刺し殺した。でもなぜ小川は殺されたのです？小川は畑柳の一味です。宝石を盗もうとしたところを畑柳に殺されたのですよ。しかし畑柳はなぜ自分の子を誘拐するような真似を。第二幕はそこをはっきりさせるためにお目にかけたのです。さあ君、顔を見せて。物置の隅に立っていた役者が眼鏡とマスクを外した。現れたのは顔が焼けただれ、鼻と唇のない顔であった。え、こっちも唇のない怪人。今度の事件には唇のない怪人が3人存在していました。怪人が3人もですか。ええ、一人は蛭田峰蔵こと畑柳正造、残る二人は
事件の主犯とその共犯者の園田銀次です。彼らは捜査を攪乱するために怪人の仮面をかぶっていたのです。我々はまんまとその手に乗せられていたというわけか。その上、畑柳正造による小川正一殺しが事件をさらに複雑に見せていたのです。あれは犯人が起こした一連の事件とは全く無関係でした。そうだったのか。ああ、君たちお疲れ様でした。楽にしてください。役者は牢の仮面を剥がした。その下から現れた顔は、あ、文雄さんだったのですか。ええ、お粗末様でした。あ、ほら、あなたも覆面を取りなさい。ああ、苦しかった。小男の正体は文雄と同じ明智の助手、小林少年であった。これはよくできている。園田銀次がかぶっていた仮面と同じですね。ええ、あの仮面を作った職人を探して同じものを作らせたのです。ああ、さあ君たち、あとはよろしく頼みますよ。文雄と小林少年はそそくさと物置小屋を出て行った。さて、第三幕ですが、それは屋敷でお話しすることにしましょう。明智たちが客間へ戻ると、乳母のお波がやつれた顔で、あの、奥様はやはり刑務所に。心配はいりませんよ。静子さんの容疑は晴れたのです。でもお二人はどこに。まさか思い余って。居場所は分かっています。二人とも無事ですよ。お波はほっとした顔で客間を出て行った。明智さん、早く案内してください。静子さんたちの居場所へ。その前に第三幕を終わらせましょう。天井裏から斎藤老人を殺したのは畑柳殺しと同じ犯人なのですから。犯人の動機は。静子さんに殺人の罪を着せるためですよ。しかし、罪を着せるためだけに人を殺すとは。畑柳殺しも斎藤老人殺しも犯人にとってはどうでもいいことなのです。奴が本当に殺そうと狙っている人物はまだ生きているのですから。静子さんですか。ええ、そしておそらく茂君も。それはおかしい。二人を殺すチャンスは今までいくらでもあったはずです。だからこの犯人は恐ろしいのですよ。静子さんをいたぶるようにもてあそび、心底恐怖させ、散々苦しませながら殺すつもりなのです。吸血鬼に狙われた乙女が夜ごとに生き血を吸われ野生を衰えて死んでいくようにね。そんな恐ろしい奴が犯人とは。斎藤老人が入っていた棺桶に静子さんたちを隠してこの屋敷から逃がしたのも犯人の男です。邪魔になった斎藤老人の遺体を枯れ井戸に捨てたのもその男ですね。ええ、警部もよくご存知の人物ですよ。常川の目が光った。犯人は三谷房夫ですね。お察しの通りです。どうにも信じがたいが、そう考えると筋が通ります。ともかく身柄を確保しなければ。その時、書生が小走りでやってきた。失礼します。明智先生、助手の方からお電話です。ありがとう。それは文雄からの電話であった。明智先生、急いでください。三谷が例の工場に。分かった、すぐに行くよ。明智と常川は畑柳家からほど近い場所にある工場へと急いだ。門の前で小林少年が待っていた。小林君、お疲れ様。三谷はこの中にいます。さあ早く。明智と常川は荒れ果てた工場へと入った。ぼんやりとした明かりに照らされた看板には製氷工場とある。製氷工場、事件と何か関係があるんですか。それが大ありなのですよ。暗い建物の中に一つだけ明かりが灯っている部屋があった。中で三谷が思案している。三谷さん、三谷さん。誰です。明智です。三谷はダットのごとく逃げ出そうとした。しかしドアの前で待ち構えていた常川に取り押さえられた。三谷、神妙にしろ。何をするんです、警部さん。黙れ。お前が真犯人だったとはな。真犯人、
何のことですか。片柳正蔵と斎藤老人を殺したのはお前だろう。僕が。それだけではありませんよ。共犯者の園田銀次をモーターボートの上で殺したのも君です。塩原温泉の滝壺に身を投げたと思われている岡田道彦。三谷君、君は彼も殺しましたね。岡田も？驚いた。僕はとんでもない殺人鬼なのですね。でも全てはあなたの想像に過ぎません。証拠を見せなさい。それじゃあ今すぐ見せてあげよう。背後から常川に羽がいじめにされた三谷の口をこじ開けると、明智は手早く赤いゴムをその歯に押し当てた。さあ三谷君、お望みの証拠だよ。ほら、静子さんたちが閉じ込められていた幽霊屋敷に残っていた真犯人の歯型と君の歯型、ぴったりと一致する。三谷は悔しそうに唇を噛んでいる。君は全く大胆不敵だったよ。恐れ入った。唇のない怪人に化けて現れてはすぐに素顔に戻って周りを翻弄し続けた。怪人が消えた後によく君の姿があったのはそういうわけだし、僕への脅迫状も君が用意したものだったんだ。明智はうつむく三谷の顔を覗き込むと違う名前で呼びかけた。谷山三郎君。どうだね、僕の推理は間違っているかい。三谷の顔に驚愕の色が浮かんだ。谷山三郎。ええ、それが彼の本名です。彼に兄がいたことも調べがついています。それこそが今回の事件の動機だったのです。どういうことです。かつて静子さんに捨てられて失意のどん底で死んだ男がいました。谷山二郎、彼の兄です。三谷房夫、いや谷山三郎は力なく床の上へ崩れた。おい谷山、静子さんと茂君は。谷山はすっかり観念した様子で明智と常川を製氷機械室へと案内した。二人はここにいます。でも会わせる前に僕の話を聞いてください。それは後でゆっくり。ああ、聞きましょう。そして谷山の告白が始まった。子供の頃から仲のいい兄が病気だと聞いて見舞いに行った時のことです。貧しい兄は治療費もなく、たった一人で死にかけていました。悔しい。俺は静子を殺す力を失ってしまった。静子？誰だいそれは。恋人の俺を捨てて大金持ちと結婚した金の亡者だ。金の亡者？確かに俺は貧しかったが、世界中の誰よりも静子を愛した。だがあの女、愛なんて腹の足しにもならないと鼻で笑いやがった。ああ三郎、俺たちみたいに貧しい育ちの人間には貧乏が骨の髄まで染みついてるそうだぜ。ちくしょ、なんてひどいこと。その貧乏臭さが我慢できないと言われたよ。兄さん、大丈夫か。大変だ、こんなに血を吐いて。俺はもうダメだ。しっかりしろよ兄さん。頼む三郎、俺を。いや、俺たち兄弟を侮辱したあの女を殺してくれ。兄さん。俺は静子のことを調べ上げ、偶然を装って近づいた。だがまだ迷いがあった。塩原温泉で岡田との決闘に応じたのもその迷いを振り切るためだった。そして決闘に勝った時に確信したのさ。無残に死んだ兄が俺に仇を取らせようとしているのだと。俺は鬼になった。園田銀次という手下にも兄が引き合わせてくれたのだろう。仮面は俺と園田の顔を隠すためのものだったが、
焼けただれた旗柳正蔵の顔に似せた仮面を作ったら名探偵も鬼警部も面白いほど振り回されてくれたよあとは明智さんの推理の通りだな。あ、その通りさ何がおかしいんだ。これが笑わずにいられるか。やっと兄の願いが果たせたのだからな。静子さんたちはどこだ。今会わせてやるよ。だけど連れて帰るにはちょっと重すぎるかもしれないぜ。谷山は隣の部屋のドアを開けた。そこには巨大な製氷タンクがあった。誰もいないじゃないか。ここだよ。谷山は配電盤のスイッチを入れた。製氷タンクの中から人の背丈よりも大きな亜鉛の箱が出てきた。谷山の操作で箱はゆっくりと床に下ろされた。お待ちかねの静子と茂だよ。なんだって。にやりと笑いながら谷山はまた配電盤を操作した。箱の底を止めていた金具が外れた。箱の外側だけがスルスルと元のタンクに戻っていった。部屋の中央に残されたのは巨大な氷の柱、氷柱であった。なんてことだ。なんという美しくも無残な光景であろう。電灯を反射して輝く氷柱の中には裸の静子と茂が閉じ込められていた。想像以上の出来栄えだ。母と子が生きながら氷に閉ざされる姿、こんなに素晴らしい芸術を俺一人で鑑賞するなんてあまりにも惜しいじゃないか。想像を絶する、まさに殺人の芸術。火葬場で焼け死ぬ寸前の静子を助けた時も傑作だったぜ。あの女涙目で俺に抱きついてきた。これから本当の生き地獄に連れて行かれるとも知らずにな。その後で二人をこの部屋に閉じ込めて5日もかけて苦しめてやったのさ。真綿で首を絞めるようにじわじわとな。故障ですから助けてください。あなたはこれまで何度も助けてくれたではありませんか。ああ助けたよ。その方が面白いからな。面白い。安心させてから地獄に叩き落とされれば恐怖も倍増だ。なんてこと。さあ服を脱いでこの箱の中に入れ。そうすれば茂は助けてくれるのですね。ああ約束するよ。茂くん、君も服を脱ぎなさい。え？早く脱いでお母さんのところへ行くんだ。何をおっしゃるの。茂は助けてくれる約束でしょ。命がけの約束が破られる、その絶望の深さたまらない。やめてください。この子には何の罪もありません。笑わせるな。お前のような金の亡者と人殺しの宝石泥棒の間に生まれたガキに罪がないだと。その話はやめて、しげるには聞かせたくない。早く脱げと言ったろ。お金なら差し上げます。お兄様へのせめてものお詫びに。金ならお前たちを殺してからゆっくり手に入れるさ。さあ入るんだしげる。あ、水が。お願いです、せめてしげるだけでも助けて。いやだ、死にたくないよ。いい悲鳴だ。もっと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 聞かせてくれ。おい、こっちこっち、この製氷工場に忍び込もうぜ。いいところなのに邪魔しやがる。そして今日やっと世にも美しい作品が完成したのだ。
お前は鬼だ。人の皮をかぶった鬼だ。突然、明智の場違いな笑い声が響いた。何がおかしい？谷山君、君は亜鉛の箱を製氷タンクにつけるとすぐに外へ出て行ったね。それがどうした？ちょっとばかり留守にはしたが何の問題もなかった。果たしてそうかな。まさか。そんなバカな。やっと気づいたようだね。氷の中に閉じ込められているのが本当は何なのか。嘘だ。自分の目で確かめてみたまえ。谷山は目を向いて巨大な氷柱を調べた。彼は思わず息を呑んだ。よくできているだろう。蝋人形だよ。その精巧なことは君もよくご存知だね。貴様、いつの間に。小林君が大声を出して君を外におびき出した隙にすり替えたのさ。さあ、本物の静子さんと茂君にご登場願おう。ドアが開き、文夫が入ってきた。連れているのは静子と茂である。もうやめてください。谷山さん、優しいおじちゃんに戻ってよ。こんな。谷山は血走った目で静子たちを睨みつけた。明智さん、この蝋人形はあなたの事務所にあった。そうです。谷山が二人を製氷工場に監禁したことで僕はこの恐ろしい計画に気がつきました。火葬場から連れてきてすぐに作業が始まっていたらとても間に合わなかったでしょう。しかし谷山がじっくり時間をかけるつもりと分かったので急いで蝋人形を作らせたのです。静子さん親子は明智先生のアパートで保護していました。谷山が気づかなかったのも無理はありません。箱の中には親子の姿があったのですから。ちくしょう。こうなったら全員まとめて始末してやる。そう言い残すと谷山はドアの外へ消えた。鍵がかけられ、明智、常川、文夫、静子、茂の5人は製氷室に閉じ込められてしまった。バカなやつだ。外には大勢の警官が待ち構えているというのに。そうです、すぐに捕まるはずです。それにしては少し時間がかかりすぎている。とにかくこの部屋を出ましょう。よし、私に任せておきなさい。こんなドアの一枚くらい。スネカーの体当たりでドアが破れた。その途端部屋に流れてきた熱い風と焦げ臭い匂い。火事だ。谷山が火をつけたんだ。みんな早く急いで逃げろ。燃え盛る炎の中、一同は無我夢中で工場の外へ逃げ出した。はあ、よかった、なんとか全員逃げ出せた。皆さん無事ですか？静子さん、お怪我は？大丈夫ですわね、しげるちゃん。うん。そこへ一人の警官が駆け寄ってきた。常川警部、ご無事ですか？三谷、いや、谷山は捕まえたのか？いえ、工場からは誰も出ていません。まだ中にいるのか。よし、出てきたらすぐに捕まえるんだ。だが工場がすっかり焼け落ちてしまっても中からは誰も出てこなかった。翌朝、常川のもとに報告が入った。焼け跡を捜索していた警官がバラバラに砕けた白骨死体を発見したのである。これで事件も解決か。犯人の自殺で幕引きとはな。そして半月が経ったある日、常川が明智の事務所を訪れた。いらっしゃい、常川警部。近くまで来たものですから、事件が解決したお礼もまだでしたし。まだ解決と決まったわけではありませんよ。現場に残った白骨も谷山がどこかの墓から盗んだものかもしれない。我々も警戒は怠っていませんよ。畑柳家には書生に化けた刑事を送り込んでいます。もう半月が経ちますが、変わったことは何もないそうですよ。静子さんの他にはね。静子さんがどうかしたのですか？まったく困った人ですよ。もう新しい恋人に夢中だそうでね。あ、そういえば思い当たる節が。何です？
2、3日前、帝劇の前で静子さんを見かけたのです。若い男の方と親しそうに肩を並べて。やれやれ、喉元すぎればというやつでしょうかね。私、嫌な予感がします。嫌な予感？その数日後、文代の予感は的中した。明智さん、静子さんが殺されました。え？静子さんが？殺人現場は客間ですが、またしても犯人の手がかりがないそうで。わかりました。僕もすぐに畑柳家へ向かいます。畑柳家に着いた明智と常川は、書生に変装していた刑事に出迎えられた。今度は客間が現場ですか？ええ、乳母のお波さんが茂君を連れて廊下へ出ていた数分の間に長椅子の上で殺されていたのです。致命傷は？背後から左肺に達する刺し傷です。凶器はおそらくナイフではないかと。またナイフか。客間には真新しい長椅子が置かれていた。その長椅子に血まみれの静子の遺体が横たわっていた。犯人は谷山です。あいつが奥様を。谷山が？ええ、4、5日前から谷山の亡霊がこの家に現れるようになったのです。谷山の亡霊？奥様は谷山を恐れるあまり幻を見たのだとおっしゃっていました。ですが夢ではなかったのです。どういうことですか？台所の食べ物が消えることがたびたびあったのです。それもやっぱり 4、5日前から。しかし谷山の仕業としても、ここは書斎とは勝手が違う、完全な密室だ。おなみさん、静子さんはこの長椅子の上で殺されたのですね。そうです、うん、新品のようですが、いつ頃買ったものですか？家具屋から5日前に運ばれてきました。5日前。わかりました。皆さん、犯人はまだこの客間にいます。まさか、どこにも隠れる場所はないのですよ。おなみさん、危ないので部屋から出てください。わかりました。おなみは慌てて客間を出て行った。警部、江戸川乱歩をご存知ですか？ああ、探偵小説家の。彼の作品に椅子の中に人間が隠れる物語があるのです。谷山ならきっと読んでいたことでしょう。人間椅子ですね。それじゃあこの長椅子の中に。はい、谷山が隠れています。わかりました。おい、調べてくれ。はい。あ、長椅子の底から血が。あ、しまった。中を調べるんだ。はい。長椅子の中にはナイフを自ら胸に突き立てた谷山が横たわっていた。明智と常川は瀕死の谷山を引きずり出すと、静子の遺体のそばに横たえた。とても助かりそうにありません。谷山、何か言い残すことはないか？谷山は閉じていた目を薄く開け、その手を静子の方へ伸ばした。そして静子の手を握ると、そのまま動かなくなった。まるで心中した恋人同士のようだ。谷山は心の底では静子さんを愛していたのでしょう。いびつな歪んだ愛ですな。それもまた愛です。こうして事件の幕は下りた。残された茂は乳母のお波と一緒に畑柳の親族に引き取られることになった。しばらくして明智の事務所に常川から電話があった。聞きましたよ、明智さん、近々文代さんとご結婚なさるそうですね。あ、いや、それじゃあしばらくの間は血生臭い事件の相談は遠慮しなくては。そんな事件は起きないのが一番です。今回の朗読はいかがでしたか？それではまた次回お楽しみに。